男子フリー第3グループの演技が始まります。3年前の全日本3位表彰台、武良崇人。最初に6分間練習で成功させた4回転のコンビネーションから、4回転のトリック決めました。4回転成功です。昨シーズンの高橋大輔と同じ曲を使用しています。武良崇人、トリプルルッツ、ダブルトーループ。トリプルアクセル、よく降りました。トム・ディクソンの振り付け、このフリーです。ショートは12位と出遅れた村ですが、いい流れ。トリプルフリップ、予定ではこの後2つ目のアクセルジャンプはコンビネーション。トリプルアクセル、ダブルトーループ。トリプルサルコ、サーキュラーステップ、あっとトリプルループの予定がシングルループになりました。7つ目のジャンプで失敗がありました。目標を世界選手権において戦っている今シーズン、ショートは出遅れましたが、ここまで意地の滑り。トリプルフリップ、これをステップ、ジャンプには定評のある武良崇人。
冒頭の4回転を成功させました。初の海外修行も積んできた今シーズン、あのショートでは終われないという思いはあったでしょう。その思いに自ら応えるフリーとなりました。さてまずは本田さん、はい、今回のこの武良選手の演技どうだったでしょうか。非常に落ち着いてましたし、4回転を決めた後も崩れることなく演技してたと思います、はい、そして途中前半の方ですね、トリプルフリップとコール しましたが、はい、エッジがアウトに乗っていましたので、トリプルルッツの判定かもしれませんね。さあそのあたりこうエッジ系のジャンプをかなり飛んだというところもありますが、さて荒川さんはまあ4回転の成功もあった武良、はい、この演技ですが、そうですね、巻き返したいという時に緊張をよくコントロールして前半本当に素晴らしくまとめてきました。後半で一つシングルループに抜けてしまったところ、あそこがやっぱり得点が基礎点 1.1 倍になってくるところだったので、やっぱり上位にもっともっと食い込んでいくために一つだけ惜しいなというところありましたけれども、でも全体的によくまとまった素晴らしい出来だったと思います、はい、そして代名詞のトリプルアクセル、こちらはコンビネーションも含めて成功させました。さて村の得点です。技術点が74点台、そして構成点70点乗りました。 204.21 という総合、フリースケーティングは 144.16、 もちろん村が意地の演技でトップに立ちました。